おはようございます。こんにちは。こんばんは。豆腐です。さあて、今日もレッツ魔法の世界ホグワーツレガシーやっていきたいと思います。前回はね、ほうきを手に入れたところで終わってたんだけど、もうね、みんなね、私の格好が変わったことに気づいていただけるんじゃないですか。これはですね、なんか装備を変えたわけではなく、見た目装備の設定ができたんだよね。要するに装備品と見た目を分けて設定すると、このね、各パーツごとにこの外観を変更っていう項目があってですね、この中で無料でできました。なんでこんなような格好にはしてます。今回はちょっとイメルダの記録をね、破らなきゃいけないみたいなんで、ちょっと頑張って破っていきたいと思う。この格好をしながら、ちょっとね、クイディッチ競技場でイメルダレイエスと話してほうきをアップグレードしたいんだよね。ただ全然ほうきをうまく乗れないので、まだちょっとイメルダにボコボコにされそうなんだよな。大丈夫かな。優しくしてほしいな。なんかイメルダの持ってる記録を破れみたいに前言われたよね。あのほうき屋の人からね、その記録を破ったら今自分が乗ってるほうきのアップグレードをしてくれるみたい。あ、え、どこだ、そっちかな。うわ、ホグワーツのクイディッチ競技場だね。どうやってほうき乗るんだっけ。え、 OK、大丈夫か。どうやってほうき乗るか分かってないやつがイメルダに勝てるのか。これほうき結構難しくて、左右移動は左スティックなんだよね。で、上下移動が右スティックなんだよ。右スティックは上下移動とカメラがあるんだけど、これが難しい。カメラの向きを変えても左スティックとかをやらないと左右は変わらないんだよね。ただ上下だけは右スティックでやると、ここが結構難しいんだよね。ってことで、おーおー、危ね。スリザリンに来たほうきの天才じゃない。あ、なんかいきなり闇言われた。こんにちは、イメルダ、こんにちは。なんだここ。なんかほうきのマークある。何これ。砂時計？なんかレースみたいなことができるのかな。すごいね、ハリーの世界だ。すごい、クイディッチしたいね。めちゃめちゃクイディッチしたい。けどまあ一旦ちょっとイメルダと話していくか。イメルダ、久しぶり。イメルダ、アルビーウィークスに。あいつが未だにほうきをアップグレードしようってあがいてるのね。手伝ってあげようとしたのよ。でも私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭に来ちゃって。馬鹿げたほうきのテストにどうしてあんたを巻き込むの。まだ飛び始めたばかりよね。訓練でクロプトンと技術を見せびらかしたんだった。なんて闇のやつなんだ。こんな嫌味なこと言わなくてもよくない、イメルダ。大丈夫かお前、どうした、なんか嫌なことでもあったか。それは違うよ、嫉妬してる。いや、そんな火に油注いじゃダメなんじゃない。嫉妬してるとか言うとさ、こうイメルダみたいな子はさ、きっとブチギレるよ。嫉妬してる。僕の技術に嫉妬してるんだね。嫉妬。スリザリンのキャプテンの私があんたなんかに。あんたなんかとか言われちゃったよ。あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。なのになぜかみんなあんたがライバルだと思ってる。そんなの耐えられない。ライバルになるかもしれないね。最近はこんなのがスリザリンなの。あのボロ帽子、基準を下げてるみたいね。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つよ。私はこのコースの上位タイム保持者よ。あんたに勝てる。スリザリン対スリザリンよ。なんかさ、すごい喧嘩腰になっちゃった。これはどういうコースなのって聞いてもいいけど、ちょっと聞くとさ、ちょっとダサいかな。どう思う？聞かずに行くか、いや受けて立つか、いや受けて立ってこ、男を見せよう。うん、喜んで。記録を破ってやる。あんたが悔しがるとこ早く見たい。大丈夫か本当に。全然まだほうき乗り慣れてないんだけど。あ、もう始まんの。え、もう始まっちゃったんだけど。マジかよ。大丈夫かこれ俺。楽しい。おー、黄色いのに触れると速くなる。待って、難しい、難しいよ。おー、いやー難しい。おー、危ねー、やばい、あー危ねえ。いや本当に待って、これねマジで難しいの。これオッケーオッケー、いいよ。そしたら次はあっちね。オッケー、このね左右と上下で使う、あー
危ない。使うコントローラーが違うのが難しすぎる。オッケー、あー入るか入るか、危ない、危なし、危なしすぎる。くぐっていく、あーギリギリだったね今ね。え、これ外れるとどうなるんだろう。ちなみにさあ、危ない、マジで危ない。おっとっと、うろうろしてる。あー大丈夫かこれ、なんかもう大丈夫かこれ、待って、画面に集中しすぎて他のものを見る余裕が全くない。危なかった今も。さあ行け行け行け、くぐれ、オッケー、やった、オッケー、行け行け。さあ加速して、あ、ちょっと慣れてきたかも、ちょっと慣れてきた気もしないでもない。ちょっと上だねこれで、オッケーオッケーオッケー、あ、ちょっと慣れてきた気がする。オッケーオッケー、変にカメラ触んない方がいいかも、変にカメラ触らん方がやりやすいかも。このね、左右がむずいんだよね。おっと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 、痛い、今の OK だった、今の大丈夫、あ、クリアできたんじゃないこれ。あぶねえ、結構簡単だったか、めちゃめちゃ今なんか集中してたんだけど。やばいよ、集中しすぎてどういうコース回ったのかも覚えてないよ。まあただなんかクリアできたみたいだからよしとしよう。いやーマジでやばい、手汗やばい。イメルダただいま。あ、余裕だったよ、なんかめっちゃ余裕だった。イメルダ、そんな、きっとズルしたのね。いいわ、あんたの勝ちよ。でもこれで決まったわけじゃない、たった1回じゃ実力は測れないからね。1回でも勝ちは勝ちだよね。確かに下手じゃない、でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。わかった、今さら一目置かれてもどうしようこれ。いやもうここはね、もうイメルダとはバチバチの関係でいこうかね。今さら一目置かれてもね、バカにされた記憶しかないし、あんたもみんなも繊細すぎ。とにかく私は次のコースに行くわ。場所はアイアンデールの近く、ここよりもっと手強いわよ。またこのコースを飛んで肩慣らししておくことね。表彰台のスコアボードでタイムを確認できるし、レースも始められるの。アルビーウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。いやバチバチすぎる、バチバチすぎる。表彰台に上がって他のレーサーに挑戦し、ちょっと見てみる。ええ、早くね、俺2番手というか。ウィークスさんも活躍を聞けば喜ぶな。イメルダ遅くねイメルダ遅くね、お前1位のルビービールに対して約50秒の差をつけて負けてるけど、イメルダ多走。待って、アルビーウィークスのとこに行ってさ、ほうき強化したいんだけど、せっかくだから練習があったらほうきで行こうよ。ちょっとね、やっぱ難しいよ、ほうき。なんか、左右はね、左スティックでもこれ動かしてるんだけど、上下は右スティックなんだよね、さっきも言ったけど。で、右スティックで左右は、視界だけ変わる、視点だけ変わるんだけど、このね、この上下をやってる時に視点が変わるとね、左右の感覚も狂っちゃうからね、めちゃめちゃやりにくいんだよね。さあ、行こう。待って、まっすぐ飛んでるだけじゃダメだから、ちゃんと慣れよ。上下に飛びつつ、左右に曲がりつつ、なんかあれかな、左右はカメラとかなしでも一応左右ちゃんと向いてくれるっぽいから、そっちで慣れた方がいいかもね、もしかしたらね。おっと、騎乗中は入れませんとのことです。降りていきましょう。スイートスイートスイート、おほほほほい、はい降りていく。ホグズミードって心地いいよね。いやー難しい、ちょ邪魔やで邪魔やで。いやー難しいな、ホウキクイディッチやりたいけどね、このゲームクイディッチないっぽいよね。おお、戻ってきた。ただいま、報告できることはあるかな。アルビーただいま、勝ってきてよ。アルビーさん、ホウキ競争で記録が出せました。ウィークスさん、ホウキ競争で記録が出せました。素晴らしい。イメルダはショックだったろうね。それでホウキの感想は？ちょっと不安定で、もう少しスピードも欲しいですけど、いい感じでした。いくつかのターンで少し左に流れました。
急降下の時にシューという音も聞こえて。そうか、ありがとう。まさにそこを知りたかったんだ。流されたか。すぐに調整に取り掛かるよ。否定的だった人も僕の研究の可能性を認めてくれるはずだ。すごいね、すごいね。何がすごいって、この放棄競争でどういった問題があるかを判断できたこの主人公がすごい。誰があなたを疑ったりするの？聞いてみよっか。誰なんだろう。あなたの腕に疑問を抱く人なんているでしょうか？それが結構あったよ。頭が固い人が多いんだ。いい放棄に手を加えたら台無しにするだけだって。質の高い放棄で飛ぶときに得られる解放感を分かってないんだ。創造的な作業を求められるってことも知らない。ローマに友達がいて店をやってるんだけど、向こうはもっとひどい。午後に昼寝をしてしまうらしいからね。それに強化しなかったらどうなる。エリオット・スメスウィックが諦めていたらクッションの呪文は発明されてなかった。僕も負けないぞ。楽しみにしています。いや楽しみだね、ほうきがグレードアップするの。もっと聞きたいですね。今回のアップグレードにはすごく自信がある。きっと喜んでもらえるはずだ。近いうちに連絡するよ。スピードに関係するし、高度の問題はどう解決しよう。そうしたら飛行テスト終わったし、普通にじゃあクエストやろうか。あれやりたいね。なんかイメルダから言われたさ、次のやつやりたい。地下聖堂の闇の中、これメインクエスト、これもメインクエスト。あ、ウィーズリー先生からそういえば呼ばれてたな。え、何行く？シャープ先生の課題でマキシマ薬とエデラス薬の両方の影響を同時に受けてみようと言われた。集中薬を使った実習待ってほしいそうだ。JPP の魔法薬店にある。あ、そういえばさ、じゃあ JPP からなんか配達の相談があるみたいだから、これ受けに行ったついでに集中薬を手に入れて、でシャープ先生の授業も行くような感じにしよっか。はい、で JPP の店に行くにはこっちから OK。 いいね。こんな感じでさ、サブクエストこなしながらメインクエスト進めようよ。なんかさ、サブクエストは動画の中でやらなくてもいいかなとか思ったけど、やっぱなんか面白いしさ、ほうきとかも。せっかくだからみんなとシェアしたいよね。こんちゃす。ピピンさん、こんちゃす。あ、待って、先に購入できるの？今日は何をお探しだい？集中薬。あ、マキシマ薬が集中薬だよね、多分ね。あれ違う、集中薬これか。1200円もするの。お金ないよ、そんなに俺。またのお越しを。しばしばお別れだ。お金ないよ。いやー、なんか売れるもんないかな。あ、あるあるある。売ってこ。売れるもん売って。在庫はどれだけあっても困らない。売れるものを売って、で、よいしょ。いっぱい売って、いっぱい売って、集中薬を買うと。OK。どうも。で、ピピンさんのお使いをこなすと。了解です。どうもピピンさん、もしかして配達ですか？そうだ、君のように優秀な生徒ならキーンブリッジへ行くのも簡単なことだろう。ホグワーツのすぐ南だよ。何を配達すれば？ファティマ・ローワンに透明薬を注文されてるんだ。前は自分で行ってたんだが、最近は行くたびに言い争いになってね。商品の品質に文句を言うんだ。頻繁に注文して調合の時間を与えてくれないのに、どうやって品質を維持しろって言うんだ。この腹立たしい仕事を代わりにこなしてくれるなら、ファティマからもらう配達料は君に全額渡そう。素晴らしい、全額もらえるって。喜んで。喜んでお手伝いします。ああ、ありがとう。感謝しきれないよ。これが注文された透明薬だ。あまり困らせられないことを祈るよ。彼女も腕のいい魔法薬師なんだ。正直言っていつか魔法薬のレシピ本を見てみたいよ。やった、お金がめっちゃもらえるみたい。魔法薬だってよ、みんな、みんな魔法薬だってよ。もう一回言うよ、みんな、魔法薬、魔法薬だよ。これを割らずに届けなきゃいけないよ、俺は。ファティマ・ローワンさんに魔法薬を。
盗みは絶対に許さんからな。魔法薬ってさ、それを返さない。何何魔法薬ってなんだ、どれぐらい手に入るんだろうね、どんだけ種類があるんだろう、気になるけど。待って、道はこっちか、こっちか。オッケー、魔法薬をファティマ・ローワンに渡せ。あ、外出る。え、全ての道はホグズミードに通ずってね。1800、まあ1800だからほうきで行こうか。いやーすげー、夜のホグワーツだ。うわー、めちゃめちゃ綺麗。いやーいいね、夜のほうきは最高だね。さあ水面まで降りてみよっか。おー、すげー、水面が月明かりでキラキラしてる。わーお、いやーすごいんだけど。あれ？今これ通常これでしょ？通常この速度、1回目のダッシュでこれ、2回目のダッシュでこれだけど、体力がなんかこのほうきの体力的なやつが減るときと減らないときがあるんだよな。今減ってる。あ、もしかして低い位置だと減らないのかとかがあるのかな。さあ、あ、どんどん近づいてきた。え、めちゃめちゃ便利なんだけどほうき、やばいね。もうなんかファストトラベルいらないじゃん。へ、なんか家ある。え、花火？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 花火あったよ今。なんだろうこの花火。あぶね。あ、待って、ワープポイント解放できるから解放してこう。スススススススッと、はい、こんにちは。レベリオ、一旦レベリオもして、落ちてたお金もらって。盗賊やん、ただの、ただの盗賊や。これはもういつから盗賊になったんや俺は。で、なんかこっちにも、あ、宝箱が、あ、愉快なお花も。ライトカラーの日よけ棒を手に入れつつ、このキラキラ輝いたとこから草かげろうも手に入れつつ、再度ほうきに乗っていく。いいじゃないですか、慣れてきましたよ。マーリンのやつだ。これ知ってる。マーリンの試練だ。後でやろう。あ、待って。すごい。なんだろう、セストラルが引いてるのかな。でも見えないってことは魔法で動いてるだけかも。よくできてるね。てかめちゃめちゃ遠くまで来たのにさ、まだこんなに道があるんだね。さあ。てか、ファティマ・ローはめちゃめちゃ遠くにいるんだけど。橋壊れてるよ。直してこうよ、せっかくだから。レパロしてこ。せっかくレパロできるようになったんだから。レパロ。レパロ。はい。うん、どっこいそい。これさ、誰でも直せるんじゃない？みんな放置して、放置しちゃダメでしょ。すぐ直しなさいよ。さあ。いやー遠いね。まだ 300m も先にいるよ。大丈夫？一人でこんな遠くにいたら危ないんじゃない？ねえ、危なそうだよ。なんかさ、タグホッグをその下で浮かせる。あ、村なんだ。こんにちは。あ、また。誰が住んでるのかな？マーリンの、またマーリンのトラップというか、やるところが。へぇー。レベリオ。レベリオをしていきつつ、あ、なんか光が、なんだろうここは。はい、ネショウガ。キンブリッジのバーテンダーは長い時間飲んでもらうために吐き気止め、吐き気止めかこれ。まあね、お、飲んでる飲んでる、大丈夫か。すげえ飲みながら走ってるけど。来ていいはずなのに。あ、こんちゃす。バテマさん、チャス。持ってきました。ローワンさん、ジェイピピンの魔法薬のお届けです。自分の仕事を子供に任せたわけ？いつも楽な方法を探すんだから。調合もあなたがやらされたの？答えなくていい。どうせあの人より上手にできたでしょうから。す
げえ仲悪いじゃん。だったらなぜ買ったんですか？聞いてみよっか。実はさ、ツンツンしてるだけでね、仲いいのかも。品質が気に入らないのになぜ注文してるんですか？どうやら姿を隠したい客がどんどん増えてるみたいでね。口出ししないけど、質のいい製品を提供しなくちゃならないというプレッシャーがかかってるのよ。ケチな商人と違って私は客の満足度を重視するの。質のいいね製品って言ってくれてるってことは、まあ品質自体は満足してくれてるんだよね、きっとね。ご希望の魔法薬です。そう簡単に終わらないわよ。ピピンが客を騙そうとするの知ってる？品質を落としてでも手を抜いて利益を出そうとするのよ。魔法薬がちゃんと効くと証明するまでお金は出さないわ。飲んでくれる？え、俺が飲むの？全然いいけどね。まあ、透明になったらね、あんなことやこんなことできちゃうしね。早速飲んでみよっか。いいですよ。お安いご用です。飲みますね。ええ、お願い。え、いいの？飲んじゃっていいの？これかな？どれだ、透明薬。これだ。飲むと透明になる。4秒持続時間。いきます。飲んじゃいます。はい。あー、飲み方間違えた。いくよ、今度こそいくよ。えい。おー、めちゃめちゃ透明。ただいま。聞いてるみたいです。まあよしとしましょうか。この魔法薬にそれほどの需要があるならもっと楽できるんじゃ。例えばあなたのレシピと技術で作るとか。まさか、あの役立たずは何もせずに店を与えられたのよ。私たちは苦労したのに。私が苦労と根性で手に入れたものをあいつにやるもんですか。失敗したって知ったことじゃない。なるほどね、なるほどね。買い手のことを教えてくれますか？姿を隠したいお客が増えてるとか、どういうことですか？まあ、全員の代弁はできないけど、うちに来るアッシュワインダーズには理由があるみたいよ。今聞いたことは忘れた方が身のためよ。なんで言ったん？その、言った1秒後に聞いたことは忘れた方が身のためよ。もうやばいってそれ。しかも俺の敵やん。わかりました、わかりましたって言うしかないよねこれね。わかりました。ピピンさんには配達したと伝えます。そうしなさい。商品を見てもいいですか？ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、ファティマ・ローワンさんとはあんまり関わらないようにしよう。もう行きます。ありがとうございました。なんかね、なんかちょっと性格きついよ。優しくしようよ、みんなで仲良くさ。レベリオ、レベリオ、みんなで仲良くしよう、本当に。えい。ミツバチの巣箱。へえ、魔法界でも紅茶には蜂蜜が必要。これミツバチなんだね。あ、なんかレベル上がったっぽい。やった。しかもこの中に宝箱的なやつがあるよ。奪ってこ。なぜなら俺は強盗だから。コラム、よくわからんものを手に入れた。とりあえず奪えるものは全部奪っていくよ。レベリオ。さあ、この中にもまだ、ああ、鍵がかかって上がる。しょうがない、ピピンさんの元に戻ろう。え、広、こうやって見るとめちゃめちゃ広いね。ははん、非表示になったらアイコン表示できます。待って、一旦ホグズミートに行きたい。ホグズミートの地図にあり、ピピンさんの店がここどこだ。ピピンの店どこだ。これか。あ、ここか。じゃあこの西部にワープしよう。いやー、なんか自分のね、敵に、透明になりたがってる自分の敵に魔法薬届けちゃったみたいだね。大丈夫かな。なんか透明になったもん、なんか勝ち目なくない？絶対負けるくない？ホグズミード、今行くよ。ホグズミード、今行くよ。さあ、そうしたら、パリーピピンショップに行こう。あ、こん中が。あ、パリーじゃない。J ピピンズポーションズ。はい。いらっしゃい。ピピンさん、ただいま。力になれることがあれば、相談に乗るよ。
まあ、確かにちょっと今のローマンさん見るとね、自分で届けたくないよね。で、何か言われなかったか。めちゃめちゃ言われました。難しい人でした。行きたくなかったのもわかります。難しそうな人ですね。手伝ってくれて本当に感謝してるよ。片付いてよかった。こちらこそ追加のお礼をください。追加のお礼ねだっとくか、無邪気に言ってみよう。まだまだ学生だから。なんかちょっと追加でお礼ないって言っとこう。魔法薬を届けるだけのはずが結構大変でした。もう少しお礼をください。交渉とは商売上手だな。いいだろ。報酬は増やそう。だがいい気はしてないからな。魔法薬作り頑張ってください。気をつけて。釘刺されちゃったけど、まあまあ、まあ、もらえるもんはもらっとこね。もらえるもんはもらっとくに越したことないよと言いつつ、なんだっけ、あとはシャープ先生の課題で集中薬手に入れ使用する、マキシマ薬とエデラス薬を手に入れ同時に使用する。ははーん、マキシマ薬とエディラス薬を手に入れ同時に使用する。これやろう。これやるんだけど、マキシマ薬これだ。あ、これもレシピ買わないといけない。集中薬、マキシマ薬、エディラス薬。はーはー、どうぞ。全部さ、治療薬を探してるならうちの専門だよ。今日は何を探したい？レシピよりもそもそも買った方がいい。もしかして800円あるから集中薬500円でしょ。で、いい買い物だ。マキシマ薬が300円。あ、ちょうど買えた。あー、残り78円しかない。またのやばすぎる。しばしのお別れだ。やばすぎるよ。78円しかない。これきついね。まあ一個一個使っていこう。まずは集中薬いきます。はい。おお、集中状態だし、おぞましい見た目になってるけど。したら次、マキシマ薬とエディラス薬。いやー、やばい。おっ、エディラス薬飲んだから肌が石のよ、肌というか着てる服が石のようになっちゃった。いや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 、もう石やん。これは石のようとかではなく石、マントが石、顔まで石。はい、ってことでとりあえずね、シャープ先生のお使い終わったから、早速シャープ先生の課題デパルスを手に入れに魔法薬学の教室に行こう。いやー、なんかちょっともったいなかったかな。どうせだったらさ、戦闘場面で使いたかったよね。マキシマ薬とかエディラスなんちゃらとかね。まあ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 、しょうがないか。俺はどこに行けばいいんだ。ははん、そこね。図書館の、魔法薬学の教室。いやー、ちょっとお金がね、今78円ぐらいしかないから、どうやってこれお金稼ぐんだろう。ミッションクリアするとかな。お金の稼ぎ方が分かんないんだけど。さあさあさあ、ピグ先生お金くんないかな。え、時間を進めるにはマップを開いて R を押します。時間を進めるにはマップを開いて待つ。ここで待機すれば日中から夜へ、夜から日中へ時間が進行します。待とうか。はい、今これで待ったみたい。ここで用を明かしたんだね、俺は。したら入り口に来て、お、授業が、あ、イメルタだ。シャープ先生こんにちは、久しぶりですね。おお、魔法薬っぽい。何ですかその紫色の液体は。ちょっと待って、みんながいる後ろで一人あの仮面つけて佇んでる俺、不気味すぎん？友達できないよあんな格好してたら。そして授業が筒がなく終わったね。課題の進捗を聞こうか。先生、いただいた課題が終わりました。よし、デパルスを覚える準備が整ったな。腕を見せてもらおう。はい、やった、新しい呪文覚えたね。決して気を散らすな。はい、
行きます。えいえいえい、やえ、どんな呪文なんだろう。デパルソ、練習はすべきだ。だが待て、校内で同級生を飛ばすのはおすすめできない。ここで魔法のかかった本を相手にしなさい。はい。デパルソ、ほとんどの敵や物体を強い力で跳ねのけることができる。へえ。アクシオの逆版って感じだね。アクシオが引き寄せるだったらデパルソは吹き飛ばすなんだ。ふーん。じゃあ早速この本を。デパルソ。よくやった。おお。アクシオを使いこなせるようになりたいという強い決意がある。追い払い呪文デパルソ。敵や物体を栄翔者から押し出します。まだやっているのか。まあ反復練習は良い学びだな。止められた。ええやん。ええやん、この呪文。ただまあアクシオとデパルソどっちかでいいよな。両方つけなくていいや、正直。はい。2個もいらんよね、正直ね。さあ、そうしたら一旦ね、長くなっちゃったんで本日はここまでにしたいと思います。いや、今日はさ、なんかほうき乗ってね、イメルダにイメルダの記録破ったり、なんか透明薬届けに行ったり、デパルスを覚えたり、なんかいろいろできて楽しかったね。なんかクエストめちゃめちゃクリアできた気がする。はい、次回またね、なんかウィーズリー先生に会いに行くとか、まだまだやらなきゃいけないことあるみたいなんで、ちょっとずつねストーリー進めていけたらと思います。ってことで本日もここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。